ウケ集落の漁港風景やシケ集落に、アルタクヨウの真珠の養殖風景ウケ村は、鹿児島県の奄美大島にある村の一つで、大島郡に属する。奄美大島の西南部に位置し、庄内湾と呼ばれる湾が、村域に大きく食い込んでいる。この庄内湾の周囲が集落となっているが、村域の90%以上が産地である。1973年に、東亜燃料工業が、 村内の庄内湾にあるギテク島に石油備蓄区基地建設を計画したことに橋を発し、反対派住民の招きによって、当時鹿児島県トカラ列島諏訪の瀬島にコミューンを築いていたヒッピーである山田海原が、受験村に移住し、反対運動を展開した。その後、1984年10月には、建設計画は撤回されたが、入植者グループは、 村内の久さし集落に定住し、コミューンをムガリ道場と名付け共同生活を営んでいた。1987年頃から入職者グループの子供たちが地元の小学校に登校することを止めたことなどから、地元住民との関係が悪化し始め、村議をはじめとする村の有力者によってムガリ道場解体村民会が結成された。1988年8月に、 東京の暴力団である松玉市井塾の代表者が無り道場の母屋の所有権を取得し、外戦車で入職者グループの追い出しを図り始めた。同年10月30日松玉市井塾の構成員がダンプカーで無り道場に突入し母屋を破壊、入職者1名に重傷を負わせる。1989年9月、無り道場の共同生活は解散し、 各世帯での生活を始めたがその後も追放運動が続けられたため1990年7月には入植者グループが追放派の住民に損害賠償を求める訴えを提起した一方1991年11月には追放派の住民らが平穏に生活する権利を侵害されているとして入植者グループに損害賠償を求める訴えを提起した 1993年11月17日、鹿児島地方裁判所の税支部において入植者グループと地元住民との和解が成立し、入植者グループが地元社会との相互理解に努力すること、地元住民が追放運動を停止することなどが合意された。さほど多くもない村民が入植者グループと元の村民が追放派、追放運動拒否派に分かれ、また他の暴力団や、 人権運動からの当該者も入り乱れ、村内に大きな過婚を残した事件である。2004年2月13日に村議会において、名瀬市、瀬戸内町、笠利町、大和、その後、村議会で合併反対案が決議され、2005年1月31日に合併協議会から離脱することを正式に表明。2006年6月に村の要請により、 原子力発電環境整備機構が高レベル放射性廃棄物の最終処分場についての説明会を開催。最大で年に20億円、調査の期間を通じ70億円が交付されるという国の電源立地交付金制度を当て込んだものだったが、反対意見も多く誘致は断念された。小中学校一般路線バス県道甘み大島の受験村の船越海水浴場にある 津島丸慰霊碑、ありがとうございます。